皆さんこんにちは、アラサー美容チャンネルのみーきです。今回はですね、こちらずっと気になっていた資生堂のエッセンススキングローファンデーション、こちらの検証レビューをしていきたいと思います。今回検証していくのは、まず30歳のシミが気になる私の肌でもカバー力が足りるのか、あと私は皮脂が気になるタイプの混合肌なので、ツヤ系ファンデはぐちゃぐちゃと崩れちゃいます。なのでこのファンデはツヤ系なので、どんな崩れ方をするのか、この2つをメインに、どんな商品なのかレビューしていきたいと思います。このファンデ SNS でよく見かけるので、気になっていた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、デパコスなのでまあまあね、お値段がするので、ぜひこの動画を参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それでは動画スタート。はい、ということでこちら資生堂のエッセンススキングローファンデーション、本体価格7590円。普段私はドラコスや韓国コスメをよく使うので、ファンデーション7590円は結構ね、高級なファンデーションだなといった感じです。でこのファンデーションの特徴は、まず美容液がファンデーションを包み込む新処方になっているそうで、まず美容液がはじけ肌をケアしメイクしていく、現れるのは艶やかさ、軽やかさということで、資生堂の研究によってこのね、美容液の中にファンデーションが入っているっていう処方が新たに開発されたっていうところが多分革新的な技術なんだと思います。でその処方のおかげでメイクしながらスキンケアができるっていうのが一番の特徴かなと思います。でカラーは全部で12色、結構ありますよね。で私が今持っているのは220番で、この色が色選びの基準色となる色だそうです。じゃあちょっと手に出してみます。こんな感じ、出しただけで液がこう垂れてくるような、かなり水っぽいテクスチャーです。伸ばしてみるとこんな感じ、すごい伸びが良くて薄膜に仕上がる感じ、めちゃくちゃ軽い、わかるかな、ちょっとねこう水分が弾けるような感じになってて、それぐらいねなんか軽いです。伸ばすとね、スキンケアっぽいテクスチャーではあるけど、ちゃんと塗ってる感もあるというか、思ったよりはちょっとね膜を張った感じっていうのかな、なんかちょっと油分の感じとかあるかなって思います。でもやっぱすごいのがこのツヤ感だよね。ツヤ感めちゃくちゃ綺麗。この手だからスキンケアとか何にも塗ってない状態で、もう本当に肌の水分のみって感じなんだけど、これ塗っただけで一気にツヤツヤになった、すごっ。なんかしかも光の反射具合がすごい綺麗。なんかツヤでもやっぱりなんかちょっと光りすぎだなって思うやつとか、なんか逆に肌のアラを目立たせてしまうツヤ感のものとかもあると思うんですけど、なんかすっごい綺麗。では早速顔にも塗っていきたいと思います。今スキンケアを塗って、こういうね無色な日焼け止めを顔に塗ってあります。今回はちょっとカバー力しっかりお見せしていきたいので、こう無色のタイプの日焼け止めを下地として使います。そして何も塗ってない状態、こんな感じです。私はこちら側よりこっちの半眼の方が結構ね、このシミがあったり、顎もニキビ跡があったりと、結構ね色ムラが多いので、こっちの方がどれぐらいカバーしてくれるのか分かりやすいかも。なのでこっちにまず塗っていきます。まず点置きして伸ばしていきます。はい、こちら側塗ってみました。手に塗った時も思ったけどさ、めっちゃめちゃツヤが綺麗で、やっぱりねすごいしっとりしているというか、肌がね塗った後もっちりした感じに仕上がるので、毛穴も目立ちにくくしてくれてるんじゃないかなって思います。なんかねキュッと引き締まった肌に見えます。なんか自分が思ってたよりはカバー力があって肌が綺麗に見える。で多分カバー力低めではあるんだけど、なんかこのツヤ感が肌を綺麗に見せてくれてるから、なんか本来のカバー力にプラスでちょっとこの補正されてる感じで、すごい肌が綺麗に見えます。こっちの塗ってない方と比べると、ここの頬の赤みとか出てるのが結構ねふんわり
隠れてるんじゃないかなって思います。まあ、ここにあったこのちょっと濃いめのシミとかは、まあ、薄くはなってるぐらいなんだけど、なんか正直ね、高いしどうせ薄付きなんでしょみたいな感じで食わず嫌いしてたんですけど、いやこれはちょっとバズるのも納得だなっていうぐらい、このツヤ感とか質感がとにかく綺麗ですね。はい、こちら側も塗ってこんな感じです。こっちの方が肌の色ムラが少なかったので、なんかね素肌見えするんだけど、確実に素肌よりも漏れてる肌、そんな感じの仕上がりです。わあ、これは本当にめちゃくちゃ綺麗。なんかねアップで見るとやっぱりシミとか細かいね色ムラとかが見えるんだけど、ちょっとさこう鏡を離してだったり、このカメラの画面で確認するとすっごい肌が綺麗に見える。だから多分自分から見るとね、うわもうちょっとカバーしたいなって思うかもしれないけど、対面するとさ人と話す時の距離ってこれぐらいだから、なんか意外とあらを完全に隠してるわけじゃないんだけど、なんか綺麗に見えるみたいな、そんな感じ。はい、そしてここからが個人的にねちょっと悩むポイントなんですけど、私は皮脂崩れしやすいタイプなので、こういったツヤ系のファンデの時も必ずパウダーをしたい派なんですね。だけどさやっぱりこんなに綺麗なツヤをできればパウダーで消したくないけど、塗らないと夜になった時にもう顔が多分テッカテカになっちゃうから、それはそれで耐えられないんですよね。だから結局私はパウダーすると思うんですよ。なので今日もパウダーをしていきたいんですけど、まあ、せっかくならねちょっと今日はパウダーなしの崩れ方の方も見てみたいなと思うので、こっちだけパウダーあり、こっちはパウダー塗らずに1日過ごしていきたいと思います。でちょっと皮脂の出やすいこの中心部分はちょっとしっかりめにパフで塗って、この皮脂が出にくいところはなるべくツヤを消さないようにブラシ塗りしていきます。やっぱねツヤ系ファンデの時ってそれがね皮脂多い私の悩みなんですよ。多分乾燥肌さんだったらこのままねパウダーなしで過ごしても崩れにくいんじゃないかなって思うんですけど、私の場合はねもう本当にパウダー命なので、なんかちょっとさやっぱりパウダー塗るだけでちょっとツヤ抑えられちゃうから、せっかくこんなにツヤツヤで綺麗なのにちょっともったいないよね。はい、こんな感じでまあいつもよりはかなり控えめに塗ったんですけど、まあそれでもやっぱりちょっと違うよね。こっちの方が生っぽいツヤみたいな感じがして綺麗かな。普段そんなに崩れないっていう方はできればパウダーなしの方がこれは綺麗だと思う。このね顎とかこの生え際とかここだけ髪の毛がくっつかないようにちょっとだけ抑えて、それぐらいのパウダーの量が良さそう。ではこの後は普段通りにメイクして、夜になったらまたどれぐらい崩れているのか、どんな崩れ方をしたのか撮っていきたいと思います。はい、メイクしてから8時間が経過しました。崩れ方の方を見ていくとこんな感じ。こっちがパウダーをした方、こっちがパウダーなしです。今日ねだいぶ涼しかったっていうのもあってか、パウダーなしの方でも想像していたよりも崩れなかったです。なんかねもっとテカテカに、もう顔面テカテカみたいな感じになるかなって予想していたんですけど、テカリ出てるんですけど思ったよりはテカらなかったです。まあでもおでことか見てもらうとめちゃめちゃテカってるんで、まあやっぱりツヤ系ファンでどうしてもこうテカリとか油分とか結構ね時間経過とともに出やすい傾向にあるかなって思うので、まあ想像していたよりかはこう崩れにくいなとは思ったんですけど、まあ、結構テカって、で皮脂が多いこの鼻のあたりとかは特にファンデが薄まってしまっていて、なんかねもうほぼ何も塗ってないんじゃないかなぐらいのカバー力になってしまってます。なのでもしかしたらもっとなんか気温が高い日とか顔がテカってしまった場合には結構ねここら辺とかももしかしたらカバー力が薄まってしまうんじゃないかなと思っていて、なんかもともとカバー力結構控えめなのにこう時間経過とともにカバー力薄くなっちゃうのは
ちょっとねカバー力しっかり欲しい派の私としてはちょっと物足りなく感じました。でこちらがパウダーありの方なんですけど、まあそうですね、パウダーしたので結構ね今日はそんな崩れてないかな。まあでもやっぱり鼻とかおでこは私めちゃめちゃテカりやすいので結構テカっちゃってるのと、まあ、こっちもねわりかしカバー力ここまでテカっちゃうとカバー力薄くなっちゃってるなっていう印象です。これぐらい近寄るとねこの鼻のテカりとかめちゃくちゃわかりやすいかも。カバー力もほとんどなんか落ちちゃってる感じしますよね。で鼻のここの横すごいファンデが溜まってテカテカになってるのわかりますか。こっちはねこんな感じで結構皮脂が多いとドロッと崩れやすいかもです。で反対側は一応パウダーしてあるのでまあその溜まりヨレみたいなのが少ないかなって思います。まあでもこっちのパウダーをしていない方でも毛穴落ちとかなんかまだらになってるとかそういう崩れ方はないです。本当にまあドロッとしやすかったりテカリが出やすくなるかなっていう感じです。まあ本当にね、まあツヤ系ファンデって性質上そうだと思うんですけどやっぱり乾燥肌さんの方がどちらかというと合うファンデーションなんじゃないかなって思います。まああとはカバー力もかなり控えめなので肌は綺麗に見えるんですけどカバー力欲しいなっていう方には物足りないんじゃないかなと思いました。はい、ということで検証1日目はこんな感じの結果だったんですけど、今日無色タイプの日焼け止めを下地代わりにして塗ったじゃないですか。なので本当にファンデーション本来のカバー力のみで今日仕上げたんですけど明日はちょっとカバー力の高い下地と合わせたらどれくらいカバー力がアップするのかっていうところをちょっと気になったので検証したいなと思っているのでまた明日も撮っていきます。ということで1日目はこんな感じでした。はい、検証2日目です。今日は昨日言った通りカバー力があるタイプの下地でこちらファンデーション合わせて塗ってみたいと思います。まずは昨日と同じ無色の日焼け止めを塗ります。もうね夜の崩れ具合見てやっぱりもうちょっと私にはカバー力が欲しいなと思ったのでなんかねもし下地とかでね調整できるんだったらいいなと思って今日はちょっとね試してみたいと思います。てかねこのね日焼け止めめっちゃおすすめ、ビューティーオブジョセン9点で買えるんだけどね、ずっとね私ダルバのあのウォーターフルエッセンスサンクリーム大好きだったんですけど最近はねダルバよりこっちの方がダルバぐらいねすっごい潤い感があって肌への馴染みがめちゃくちゃいいんだけどダルバよりもこの塗った後のベタつきとかが少なくてもう本当にお肌に馴染みきるぐらいの感じの仕上がりがとってもいいです。でも本当に高保湿だからメイクのりとかも良くなるような潤いたっぷりな日焼け止めです。これで昨日と同じ状態。ここからティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスこのピンクベージュのやつを使います。これ使うの久しぶりです。はい、下地を塗ってこんな感じです。なんかうっすらフィルターかかったぐらい若干色ムラとかカバーされた感じですね。でここにファンデを重ねます。なんか本当に不思議なテクスチャー、水分っぽいのにこう伸ばすと密着してもっちりした肌に仕上がる感じ待って笑っちゃうくらい綺麗になったんだけど。でこっちの方が色ムラがちょっとある方なんでこっちでどれぐらいカバーされるのか気になるところ。やっぱ昨日よりカバー力上がってる感じするね。はい、こんな感じです。昨日より若干カバー力は上がったんだけどどうかな、まあ、好みにもよると思うんだけどいつものカバー力からするとまだもうちょっと足りない感じはするけどなんかもうちょっと気になるとこだけにコンシーラーとか足したら結構いい感じになりそう。やっぱりこのファンデーションはこのツヤ感とか素肌感が素晴らしい、そしてスキンケア感覚でメイクができるっていう点がすごくね優秀なところだと思うんだけど
結構ね口コミ見てみると賛否両論あって、やっぱ一番合わなかった理由で多かったのがカバー力が物足りない、塗ってるか塗ってないか分かんないみたいな感じが合わなかったっていう方が一番多いなと思ったので、もしねこれ買ってちょっとなんかカバー力物足りなかったなって思う方は、今みたいにこういうね下地でちょっとカバー力調整してもいいのかなって思いました。まあでもそういう風に合わせても普段カバー力高いものを使ってる方からしたらこれも結構ナチュラルに見えると思います。で私もこっちぐらいねそうシミとか色ムラが少なかったら結構ね自信持って使えそうなファンデーションなんですけど、なんせこっちがちょっと色ムラ気になってるので、こっちにね結構ファンデーション合わせて選ぶんで、なんかもうちょっとね美容医療でシミ治療してからベースを万全な状態にしてから使いたいファンデだなって思います。最後にこのファンデーションどんな方におすすめかというと、まあ、ずっと言っている通りカバー力そんなになくてもいいから、ツヤっぽさが欲しいとか素肌感のあるナチュラルな仕上がりが好きな方にいいんじゃないかなと思います。あとやっぱりしっとりしていてスキンケア感覚で塗れるっていうところで乾燥肌さんの方が合いやすいんじゃないかなと思いました。逆に合わない方としてはファンデーションにカバー力を求める方、あとは私みたいにちょっと皮脂崩れしやすい方なんかはちょっとドロッと崩れやすかったり、カバー力が結構ね時間経過とともに薄くなるように感じちゃうかなと思いました。でも肌質とかその好みに合えばめちゃくちゃ仕上がりが綺麗なファンデーションで、これがデパコスの力かっていうのをね久しぶりに感じました。自分の好みに合いそうだなっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画が少しでもいいなと思ってもらえたらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。